2020明治安田生命 J2 リーグ第31節東京ヴェルディ対ツウェーデン金沢の一戦、5試合ぶりの勝利を目指す両チーム。さあこのヴェルディのスターティングメンバーを見て、はい、いかがでした中西さん。まあね、ヴェルディとしては、まあ、4バックであるんであれば、まあ、小池山下が開いて、まあ、あとはまあ自由に動いてっていうのがね今のヴェルディのスタイルだと思うんですけど、はい、まあ、3バックにしてくると、まあ、どういう形でそのまま選手のね、まあ、そういう配置もね見てみないとわからないですね。アウェイのスウェーデン金沢、ゴールキーパーは今シーズン2試合目の出場の石井です。高安、石尾、佐久田、下川、ドリブルが得意な久保田、大橋、藤村、そして本塚、ルカオがスタメンから外れて山根と加藤という前線です。藤田、ジョエル、千葉から山下、チャンスになる、藤田が上がる、久村、髪を作ります、藤田、山下、ワンツー、藤田のシュート、石井が止めた。いやー、山根さん、今いい攻撃でした、はい、行きましたね。山下、すごい届きます、佐藤、佐藤は縦に来てるね、さあ、折り返したボール、ヘディングだ、流動的な流れるようなパス回し、ルカオです。パス良かったですね。コナイトを通してサイドが入ると、元木が粘りました。サトです。ベルディの9番サトで、池にファールがありました。金沢ボールです。長いボールが入ってくる、ヘディングシュート、決めた。スウェーデン金沢、ワンチャンスをものにしました。17番の加藤、今シーズン11ゴール目、10得点はゴールランキング第6位でしたが、ザ・ストライカー。クーラが左足で蹴るということは、ゴールから近づいていくボールになりそうです。どうだ、ああいいボールだ。そしてここはジョエル・チュマン、マイナスのボール、おー素晴らしい、ループシュートを決めてきました。佐藤のゴール、34分。いや今クロスかなと思ったんですが、そうなんですよね、まあ、もちろんこれね本人に聞いてみないとわからないですけども、センタリングのような軌道だったり見えたんですけど、狙ったんですかね。そうですよね。藤田の前、藤田シュート、スーパーゴール、58分、またも佐藤、東京ヴェルディ後半勝ち越し、この試合2得点目佐藤、先ほどもスーパーゴール、再び目の覚めるような美しい得点シーン。そして山根に代わって9番のルカオ、どうなんでしょうか、クロスの本数が非常に多いという、あとルカオだ、ルカオのヘディング、決めてきた、今シーズンの10得点目、スコア2対2、圧倒的なフィジカル、そしてその高さ、自らの武器を存分に見せつけての得点シーンです。藤村、戻った、クロスがいいボール、おしりゴールだ、どうだ、クロスバーの上、いやいいボールでしたね、杉浦が合わせていきました、1分、藤浦は島津を使う、島津、島津がクロスを振った、正面、そしてシュート、柴崎止めた、スキーパーですね、いやいいところに入っていきました、16番の本塚、
草木のボールから藤田シュートはここに佐藤だ。ハットトリックならず。石井が最後にまたビッグセーブ。この佐藤のシュートを石井がセーブしたところでタイムアップのホイッスル。ご覧のように2020明治安田生命 J2 リーグ第31節東京ヴェルディ対智弁学園金沢2対2のドロー勝ち点1をともにゲットしました。